こんばんは。こんばんは。よも末、よも末って言っちゃった、ね、なんだっけ、よ年末のことなんて言う、え、年の瀬っていうことに思ったらよも末って言っちゃうってね。まあまあこういうおじさんが YouTube にいる時点でよも末、誰がよも末とですね、撮れますけども、まあ大晦日ということでですね、皆さん今年もありがとうございました。ありがとうございました。ね、大晦日ですけども、なんか言いたいことはありますか？特に。って。ね、まあちょっとね、何点か、まあお知らせというかお話がありまして。今年、2021年でございますけれども、もう半年前にですね、もう半年経ったんです、私 YouTube に復帰して、うん、どうですか？ね、いろいろ、まあ、やりましたけれども、まあ、半年、この半年間でどうですか？こう私の動画でこうなんか記憶に残っているのはありますか？今日絶好調じゃないですか。絶好調ですね、先生。特にないということで。パンタロン？なんだろう、ね。パンタロンっていきなり言ってね。とありましたけども。まあ、膝のやつ。膝のやつ。肘のやつだっけ？あ、肘のやつ。あのサブチャンネルの肘神様ですね。うんうん、あれめっちゃ面白い。これでしょ。うんがお気に入りだということです。まあ、私の、記憶に残ってるのはなんだろうな、まあやっぱりあれかな、ぴょんこ先生初登場の回かな、うん、これ革命が起きたっていうね、うん、っていうところはありますし、あとはまあ再生回数でいくともうダントツでニンニク背脂のやつ、うん、あれがめちゃくちゃ再生いただいております。そんなとこかな。でね、きつかったのは激辛ね、極激辛ペヤングのあれはマジで食べ物ではないという刺激物っていうね感じだなと。きつかったし、あでも一番きつかったのはやっぱりあれですよ、味噌うどんですよ。ああ 3.5kg、 あれはもうねやばかった。まあそんな感じで、でもね、ちょっと毎回こうね、いつもこうコメントをいただいている皆さん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、温かいコメントをいただいておりますよ、毎回本当にありがとうございます。まあ正直ね、そういう、そのね、皆さんのがいなければ本当にもう、とっくに、まあ、すぐ辞めてたかもしれないですけども、やっぱりいつもね、楽しみにしてくださってるんだなという方がいるというのは心強いですよね。はい、でございますね。今年を振り返りました。どうでしたか？したね、はい。あっという間でした、ね。アントニオ猪木。違う。早かったね。でも1年。まあ早いですね。うん、こう年を取っていくごとに1年というのはやっぱり早くなっていくということを聞いてますから、うん、やっぱり。すごいいいね、それ見慣れてきた。もうすっかりこの顔になりましたね、定着しましたね。はい、はい、それではここでちょっと一つお知らせがございます。私コイム TV、 ちょっとまあひょんなことからですね、このこちらの高橋商店さんが、出しております安丸だしというのがありましてですね、こちらの安丸だし公式アンバサダーというね、いうのに任命されまして、よっ、よっ、
で、まあ、こちらをちょっと動画でいろいろねご紹介、使い方とかを紹介していこうかということをやっていこうと思います。でこれで、ね、企業案件ではあるんですけども、お金を1円もいただいてるわけではないです。はい、いただいてるわけではないんですが、なんでこうお受けしたかというと、これね、この会社がですね、愛媛県松山市ということで、私の地元にね非常に近い業者さんということでですね、なんかちょっとでもねこう地元を盛り上げれればなというところでお受けしてさせていただくことになりました。はい、でこれどうですか、これめちゃくちゃすごくないですか。すごかったね、これすごいよね。万能で、うん、ほんと万能で、水 500ml にこれを1パック入れて、で3、4分煮てちょっとこう絞ったらもうめちゃくちゃ美味しいお出汁の完成。 これはねマジで使える、うん、アンバサダーとかじゃなくて本当にめちゃくちゃ使いやすいんで、今後ちょっとこういう感じで使ってるよみたいなのを動画でやっていきますんで、お楽しみに。はい、お楽しみに。一応ね、もうこの時点でもう私に全信頼を置いてもう購入してみたいという方もいるかもしれないので、その方は動画の概要欄に URL 貼っとくんで、ぜひ休まれた日やってみてください、ね、こういう感じになっております。これを入れるだけです。はい、というわけで長いようで早かった2021年度もお別れでございます。で、明日か明後日、まあ、元旦もしくは、2日にこれからね、明けましておめでとうございます動画も、新年明けたら収録しようと思ってますんで、お楽しみにというところでございます。はい、で何をその動画で食うかと言いますと、こちらでございます。むちゃくちゃ高いいい肉を買うてきたよ。これ食べたり、ちょっといいお酒も買いましたんで、それを飲んだりね、楽しみですね。そんなこんなでちょっと鏡餅っぽいよね、なんかこの辺がほらね、おいどーというわけで皆さん、良いお年を。本当にね、皆さんにとって、来年2022年が非常に幸大きい年であることを私たちお祈りして、動画の最後とさせていただきたいと思います。はい、はい、それでは今年は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。来年もまたよろしく。良いお年を。すみませんでした。OK!